SAP 貿易の小谷です。本日のブログですね、本日のブログはですね、まあ、第2回の中国ビジネス質疑応答コーナーというのをしたいと思います。今度はですね、まあこれはビジネスマンから来たメールじゃないんですけどね、まあ、留学生です。復旦大学の留学生から留学生というか、まあ、普段大学の学生から来たメールなんですね。日本中小企業支援プロジェクトという企画を練っておりまして、右も左もわからない状態で四苦八苦しながらこう企画を作成していると。で、まあ、大学の先生とですね、まあ、中国人の学生と日本人の、学生さんとかですね、こう交え合ってですね、日本の中小企業の支援プログラムを作りたいというふうな話で、どうしたらいいんでしょうかというふうな質問が来ました。で、まあ、学生さんなんでね、まあ、ビジネスについてどうしたらいいのかっていう結構悩むと思うんです。実際ね、行ったことないんでね、悩み事は多いと思うんですけども、その中ですね、私ができるアドバイスというのは、支援プログラムですよね。よくある支援プログラムっていうのは会社の運営に対してどうしたらいいのかっていうことで、例えばリスクマネジメントとかですね、例えば会計とかですね、法律とかね、まあ、まあ、弁護士さんとか会計士さんとかですね、まあ、そういう先生という、がやるような業務の部分でのサポートっていうのが結構支援プログラムが多いと思うんですね。まあ、経営者から見ればですね、一番欲しい支援プログラムって何なのかというと、売上を上げてほしいですね。コストをかけずに売上を上げてほしいっていうのが、これ経営者の心理だと思います。ですから、要はですね、できる限りお金をかけずに、要は、利益を上げてあげると。まあ、利益が上がったら成功報酬ちょうだいね、みたいないう形の支援プログラムでなければなかなか受け入れてもらえないんじゃないかなと思うんですよね。だから今よく流行ってるですね、インターネットですね、検索エンジンで、上位に出して、例えば売り上げが上がる、つまり成功報酬ですね。成功報酬に対する支援プログラムっていうのが、これからの主流になっていくんじゃないかと思うんですね。例えばですね、労働法が変わったからとか、いろんな理由をつけてですね、まあ、法律が変わって難しくなったからって言って、それをするためのリスクマネジメントが必要だから、それに対して対応しましょうということで、まあ、いろんな費用をね、弁護士つけましょうとかね、会計士先生こうやりましょうとか、こういろんなコストがかかる話を経営者が聞けば、だんだん経営者疲れてくるんですよね。確かにそういう一面も必要かもわからないですけども、売上が上がらないものに対してお金を使うということは利益が減るわけですよね。逆に言えば利益上がってないのに、そういうふうな、何ですかね、一生懸命壁を作ることばっかり努力すればですね、何やってばわからない商売がね。だから、要は、そういうふうなことよりも、やはり、こう前向きに、要は利益を前に伸ばせるということをすることが一番これから大切じゃないでしょうか。特にですね、中小企業というのは、まあ、大企業に比べて、何ですかね、やっぱりお金の余裕がないという企業さんも多いんですよね。だから、ギリギリでやってるんで、そうなると、要は、ギリギリの中でどうやってその工面してですね、利益を上げていくか。まあ、コスト削減に対するプログラム、ないしは、また、利益を上げるためのプログラムですね。反則するっていうことですね。まあ、会社にとって利益を上げるということは、一つは、あれですよね。コストをかけなくする。例えば、商品を調達するときの、要は、調達の費用を下げるということ。あとは、人件費を下げるということとかね、固定費ですよね。例えば、家賃を下げるとか、まあ、いろんな、なんていうか、固定費を下げるということをすることによって、仕入れとか固定費ですね。それで、要は、基本的な費用を下げられます。で、売上を上げるということは、要は、販売促進ですよね。多くの方に商品を買ってもらえるというふうな条件を作っていくんですね。お客さんを紹介する、ないしはですね、新規開拓をするためのプログラムを考えるとかですね。まあ、要は言えば、経営者から見ればですね、要は、仕入れとお金の出費、支出よね。支出を少なくして、要は収入を多くするというのが、商売的には一番嬉しいですから、そのことに対しては、応援はしてくれると思うんですね。そういうことのプログラムっていうのは非常に興味あると思います。で、あと、そうですね、まあ、コストのかかる話は、基本的にはあまりしない方がいいですね。逆に言えばコストのかかるプログラムを推奨する。例えば、こうやったら完璧なね、中国ビジネスいろいろリスクありますけど、こうやったら完璧にできますよっていうふうに、確かにこう、
何ですかね、問題はあると思うんですが、これは企業努力としてやるべきことも多いと思いますし、オーナー社長から見ればですね、そういうことっていうのはあんまり興味ないんですよね。で、大きな会社になればなるほどですね、リスクマネーっていうので、企業がですね、いろんなところの、弁護士さんとかですね、会計士さんとかそういうふうな、いろんな先生をつけてですね、企業をガチガチに固めていこうという努力はするんですけども、もうそうなると逆に動きが悪くなるんですよね。それは大企業がやればいいことなんですね。で、中小企業というのはそんなことやってる余裕はありません。だから中小企業さんがいかに利益を上げるかということを前向きにね、利益を上げていく。じゃあ、コストを下げていくということの、要は差額ですよね。利益を上げてコストを下げるということの支援プログラムをしなければいけないということですね。で、ここは難しいところで言うと、中小企業を本気で助けようと思ったら、実は自分が飯食えなくなるんですね。これポイントなんですよ。中小企業を本気で助けようと思ったら、自分がご飯食べられるチャンスって難しい。要はそれはコストをかけないようにするっていうのがポイントですから、要は企業さんとして利幅を上げるということは、そういうことですね。だから、中小企業に対して、唯一ですね、支援プログラムでお金を得れる方法というのは、ほんの成功報酬、式のビジネスですよね。例えば、販促をするとか、そういう方面でしか、まだなかなか現状ですね、難しいんじゃないかと思うんですね。で、コスト削減するというか、仕入れのね、例えばこういうこと変えるとかっていういろんな話はすると思うんですけども、そういうところっていうのはですね、実は、なかなかですね、一度ルートが見えてしまうと、継続的にそこから、マージンを取るという方法は難しくなります。じゃあ、どうすればいいかということは、やはり、こう相手に対して利益を与えるということをして、その中で利益を与えたならば、お互いに分配できるようなビジネスですね。人のビジネスを、ビジネスはね、相手のビジネスですが、相手のビジネスを応援をすると。売上アップを狙うと。利益をアップを狙うということで、応援をするというジャンルに限りですね、支援プログラムをすれば、非常に喜ばれるんじゃないかと思うんですよね。しかもですね、日本の中小企業というのも、中小企業、人材の面でですね、いろいろ不足する点もございますので、例えば優秀な人材が、人材のシェアウェアというのは考えられると思うんですよね。例えば、情報をたくさん持っている人、人脈をたくさん持っている人っていうのは、そういう自分のですね、持っているものをですね、多くの企業様のために与えていく。逆に言えば、そういう人脈も、持ってなくてしてもですね、例えば今インターネットリサーチをしてですね、企業情報、いろんなところの情報を持ってですね、で、その情報から例えば販促に持っていけるとかですね、そういうふうな、支援っていうのが必要だと思うんですね。あとはですね、マスプロモーションですね。要は、マスメディアを使って、広告媒体とかを使ってですね、販売を強化していくと。その広告媒体でもですね、中小企業、余裕がない企業が多いんで、大きな広告は打てないです。だから、できる限りですね、効率のいい広告。今の場合特にね、費用もかからなくできるとインターネットですね。インターネットで SEO 対策をする。要は、検索エンジン上位上げるということで、多くの人に目が入るんですね。例えば、面白いコンテンツを作るですね。ビジネスの世界でやはりお客さんが集まるかどうかっていうのは、商売に、ね、対するこのコンテンツが面白い内容ですね。内容が面白いかどうかっていうのがポイントになると思います。だから、その辺でですね、多くの人に注目を浴びる。やはりですね、ビジネスにとって利益を上げる方法というのは一番簡単な方法というのは、これ有名になる目立つことだと思うんですよね。有名になって目立ってその商品が問題がなければ、これは多くの人に共鳴を与えてですね、商品が売れる、利益も上がる、企業にとっての信用度も上がるということが起こりますので、そういう部分での支援プログラムというのがやっていけば非常にいいんじゃないかと思うんですね。で、やはり一番これからの時代大切なことっていうのは、能力のある人のね、シェアウェアっていうのが、これが一番のビジネスモデルになると思うんですね。私はそういうふうに思います。だから、皆さんね、学生の皆さんが、これからですね、ビジネスモデルとして、日本の中小企業の支援プロジェクトですね、ということを考えているならば、そういうふうな方針で物事を考えればいいんじゃないかと思います。これはね、一つの先輩からの意見として聞いていただければと思います。以上です。